中尊寺鎮守白山神社の能舞台姫霊、ヤワタグーの能舞台姫霊ヤワタグー能舞台の,の橋掛かり能学は日本の伝統芸能であり、四季三番を含む能と狂言とを包含する総称である。重要無形文化財に指定され、ユネスコ無形文化遺産に登録されている。最古の能舞台、五福島神社から折り、江戸時代脳衣装仮木根寺石畳洞貝模様、江戸時代、 18世紀、東京国立博物館像、風刺家伝第四によれば、農学の始祖とされる、畑川和が、66番のモノマネを創作して、四神殿にて、上宮大使の前で回せたものが、猿学の始まりと伝えられている。江戸時代までは、猿学と呼ばれていたが、1881年の農学者の設立を機に農学と称されるようになった、ものである。 明治維新により、江戸幕府の指揮学の担い手として保護されていた猿学の役者たちは失職し、猿学という芸能は存続の危機を迎えた。これに対し、岩倉智美をはじめとする政府用人や家族たちは資金を出し合って、猿学を継承する組織、農学者を設立。芝公園に芝農学堂を建設した。この時、 発起人の駆除を満ちたからの発案で猿楽という言葉は能楽に言い換えられ、以降、現在に至るまで、能、式三番、狂言の三種の芸能を総称する概念として使用され続けている。江戸幕府の儀式芸能であった猿楽は、明治維新語化力を失ったことにより他の多くの芸能と同様廃絶の危機に瀕した。明治二年には、イギリス王子エディンバラ公、 アルフレッドの来日に際して、猿楽が演じられたが、明治5年には、能、狂言の向上を模擬し、上を見たり得する者が禁止され、完全懲悪を主とすることも命じられた。しかし、明治天皇は、明治11年に、青山御所に、能舞台を設置し、数々の猿楽を鑑賞した。また、欧米外遊の際に、各国の芸術保護を実験した岩倉ともは、 家族による猿学の講演団体設立に向けて動き始め、明治12年にユリシーズグラントを自邸に招いて猿学を上演させ、さらに農学者の設立や明治14年落成の芝農学堂の建設を進めた。この時、農学者の発起人、九条道田からの発案で猿学を農学と言い換え、猿学の脳は農学の脳と呼ばれることになる。 明治維新後他の多くの芸能が絶えた中、名称を能楽と言い換える楽の危機は過ぎ去った。だが、やがて各流派は、お互いに、排他的姿勢を見せるようになり、流派間の交流や共演は消滅していった。その後、日中戦争が起こって、戦時体制に入ると、皇室を多く、題材とした能には厳しい目が注がれるようになり、昭和14年、警視庁保安課は、 不景を理由に大原みゆきを上演禁止とした。その一方で日清戦争、日露戦争、第二次世界大戦を題材とした新作脳も作られるようになった。第二次世界大戦の敗戦は脳の世界に大きな転機をもたらした。戦災によって多くの脳部隊が消失したため、それまで流派ごとに分かれて演能を行っていた脳学士たちが 焼け残った、能舞台で流派の違いを超えて、共同で稽古を行い始めたのである。そのため、若手の能学士たちは、他流派の優秀な能学士からも教えを受けることが多くなり、大いに刺激を受けるようになった。関瀬鉄の城家の次男であった、関瀬秀夫はこの時、関瀬流と他流の身体論の違いに、大きな衝撃を受け、結果的に、芸用師という形で、 北流に転流して、後藤徳造の養子となり、後藤秀夫を名乗った。また、秀夫の弟で発生、関瀬鉄の城となった関瀬静夫も、この時期の他流との交流開始の衝撃の大きさを語っている。この時期にこうした交流の場となった能舞台としては、玉川能舞台などが挙げられている。構えとは、能楽独特の立ち方のことで、膝を曲げ腰を入れて、 重心を落とした体制である。構えは、勘網や世網の時代には成立していなかったと考えられている。文献上で構えに類似したものが現れるのは16世紀末に書かれた八条本家伝書の巻語で、ここでは、銅作りの名称で男役の姿勢として構えに似たものが絵図付きで示されている。構えが男役だけでなく女役も含めて、 すべての能楽の役の姿勢の基本とされるようになったのは江戸後期頃と考えられている。また、運びと合わせ、こうした能楽の身体技法には日本の武術の身体技法の影響も大きいと考えられている。能楽は型によって構成されている。所作、歌い、林、べてに多様な型がある。しかし、ここで言う型は、いわゆるマヤ。 所作の構成要素としての型である。型の基本はすり足であるが、足裏を舞台面につけて、かかとを上げることなく、滑るように歩む、独特の運歩法である。また能楽は、歌舞伎や、そこから発生した日本舞踏が、横長の舞台において、正面の客に向かって、舞踏を見せることを前提とするのに対して、正方形の舞台の上で三方からの観客を、 意識しながら円を描くようにして動く点にも特徴がある。脳舞台は音がよく反響するように作られており、演者が足で舞台を踏むことも重要な表現要素である。以下に脳の方の例を示す。基本的には脳も表現も同じであるが、実世界に題材を求めた世俗的な科学劇であり、リアルな表現の表現に対し、 超自然的なものを題材とした抽象的な表現を重視するノートでは、それなりの違いがあり、これら種々の型の連続によって表現される所作のまとまりを脳の舞と呼んでいる。脳の舞は型の連続であり、他の部踊に見られる当てぶりほとんど行われず、無駄をそぎ落とした極めてシンプルな奇跡を描き性的であるという印象が一般的だが、序波球と呼ばれる環球があり、 ゆっくりと動き出して、徐々にテンポを速くし、ピタッと止まるように演じられる。稀に激しい曲ではアクロバテックな演技もある。しかし止まっている場合でもじっと休んでいるわけでなく、いろいろな力が釣り合ったために静止しているだけに過ぎず、体に極度の緊張を強いることで、内面から湧き上がる迫力や気合を表出させようとする特色も持っている。 脳では一曲のクライマックスでの表現として、歌いが中心となった癖などでの舞や、林の実で舞われる、舞字が演じられる。舞字は以下のように分類される。それぞれ太鼓の入った太鼓物や太鼓のない大小物がある。舞ほど長くないが舞台を一巡する所作で、しての品位や誠意、内面心理を表現する林仕事もあり総称して、同時と呼ばれている。 狂言の舞踏も脳と共有する技術が多く舞うというにふさわしいが、日常を描くことの多い狂言では当然、日常的な所作や具体性を帯びた演技も多く、体を上下に動かす所作もあり踊りに近い発想も見られる。狂言の舞と方の一例を演出用語として分類し書きする。脳における、声楽部分である歌を用曲と言い、対別するとして、脇、連れなど、 劇中の登場人物と、自由体と呼ばれる8名のバックコーラスの人々である。劇中の登場人物の歌いはそのまま、登場人物のセリフとなる。一方、自由体は、登場人物の心理描写や情景描写を担当しているが、場合によっては、しての感情を代弁して歌うこともあり、してはきつれ、自由体が掛け合いをするケースもある。自由体は、自由体座で、前後2列になり、 舞台を向いて座る。おのおの、扇を持っており、歌う際にはそれを構え、休みの際には下ろす。自舞台は、自頭と呼ばれる存在が、コンサートマスターのような役割を果たしており、以前は一番左前に座していたが、全体を統率するために、後列中央に位置するようになった。脳と違って、科白劇である狂言ではいつでも、自舞台や生やし方が登場するわけではない。 必要な演目の必要な部分にだけ出演するという形をとる。また舞台広報に4人程度が並ぶことが多い。沖縄の時だけは林方の広報に座る。新作の王を除くと歌いに用いられている言葉は室町記の日本語である。歌いは節回しのある部分と節回しのない部分とに分けることができる。節のある部分には表紙号と表紙符号がある。 言葉は通常のセリフ、対話に相当し、双老文体で語られ、役を演じる者だけが発生する。言葉であっても、現代人の感覚からすれば、かなり大げさな抑揚がついており、しかもその抑揚が型として固定している点である。脳における全ての言語表現には、いかにこれを発話、過小すべきかという楽譜があらかじめ用意されているが、 細かい点は詩伝により習得される。自由体は必ず不死のある歌いを歌う。また役を演じる、者同士の対話であっても、ある点まで言葉のやりとりであったものが、役柄の感情の高潮によって、途中から不死のついた歌いへと切り替わることが少なくない。歌いとは、八世、関瀬鉄の城によれば、七十五朝を基本にした、長い歌である。 75兆で書かれた12文字を一行として、8拍子で歌われる。ただし8拍子から外れたリズムで歌われる部分もある。表紙号では、表紙に当たる文字と表紙に当たらない表紙の間の文字が交互に来るために、8拍子には16文字が入るわけで、あるが、標準的な75兆で2拍3文字プラス1、自分の持ちと呼ばれる、伸ばした間で歌うのを、平のり。 一拍二文字で文字が続いて強弱のノリがつく部分を中ノリ、一拍一文字で歌うのを大ノリと呼ぶ。八拍子から外れているリズムの歌いは表紙符号と呼ばれる。表紙符号の歌いでは、節回しを大きくたっぷり歌い、節のないところはスラスラ歌う。また、表紙符号であっても、歌いと林は全く無関係ではなく、おおよその寸法やくらい、雰囲気などにおいて、 絶妙な関係を保っている。口実する脳の略式演奏では、囃子方を伴わずに歌う場合も多く、その時は表紙を意識しないでかなり自由に歌える。これを、数体といい、林に合わせて歌う、林歌いと区別している。数体では、いわゆる、餅を省いたり、表紙符号の歌いのように節回しをやや大きく歌う、ことが行われている。姉妹歌いでは、 足拍子のある部分を拍子歌いで歌う以外は、数歌いとして歌う。しかし、林歌いであっても、拍子の縛りの中でも、なるべく節を大きく歌い、持ちはなるべく目立たないように歌うのがうまい、歌い方とされている。また、林の手の名称から、厳密に持ちをつけて歌う、続け歌いと、持ちを歌わなくても林が合わせられる、三次歌いに区別されている。脳の発生法は、 もちろん演者により様々な個性があるが、分厚い声を出すことやシーンを長く歌おうとするところに特徴がある。上の声と下の声を同時に出すと言われ、音階は上の声で表現するが、下の声で声の厚みや迫力、安定感を表現する。歌いは場面によって、弱銀と強銀の2種類に分かれている。同じく発声、関鉄のによると、弱銀は、 細かい音階を持つメロディアスな表現、強銀は音の迫力を強調した表現とされる。弱銀といっても弱く歌うわけでない。室町時代の脳は弱銀のみで演奏されていたが、江戸時代になって音階が簡素化され、強銀の歌い方が考え出された。弱銀では、上音、中音、下音という基本音、上音の上にクリ音、コーグリ音、下音の下に両音があり。 上音、中音には、浮き音、中音、下音には崩し音、このように様々な音階とそれを組み合わせた節がある。強銀では上音、中音と中音の方、下音とが同音階になって、浮き音がなくなるなど、簡略化されているが、独特の跳ね上げるような節がある。林方神手から、笛、小鼓、大鼓、太鼓。能楽林に用いられる楽器は、笛、 小子、大鼓、太鼓の4種である。これを4拍子という。ひな祭りで飾られる5人林は、雅楽の場合もあるが、脳の場合の5人は、脳舞台を見るときと同じで、左から、太鼓、大鼓、小子、笛、歌いである。小子、大鼓、太鼓はこれを演奏する場合には掛け声を掛けながら打つ。掛け声も、 また重要な音楽的要素であり、品位や気合の表現で、流派によってもいろいろであるが、矢声は主に第一拍と第五拍を示すために使われ、それ以外の拍は派生を用いる。矢は段落を取る時ときと掛け声を強調するときに奇数拍で使われ、酔いは段落を取る直前の合図と掛け声を強調するときに主として第三拍で使われる。一曲のうちには、 歌いのみによって構成される場面、歌いと林が共にそうされる場面、林のみがそうされる場面の三つが複雑に入り組んでいる。概して言えば、林が歌いと共にそうされる場合には、歌いの伴奏的な役割を果たす。また現在では、脳が始まる合図として、橋がかりの奥にある鏡の間で、林方が音出しを行う、お調べが用いられている。狂言では、 林は常に登場するわけではなく、狂言、あしらいという言葉もあるように音量的に柔らかく、控えめに林、やし、舞台の邪魔にならないような心配りもある。面女面と症状。江戸時代能面は能面と読むが、面とだけ書けば表と読むのが普通。様々な種類がある。超自然的なものを題材とした脳では、面をつけることが多いが、面をつけない直面ものもある。 狂言では、登場する人物は、現世の人間であり、通常は面はつけず、仮面劇とは言えないが、人間以外のものを演ずる場合などでは、面をつける。今日では、装束も様式化され、使用法が厳格に定められている。例えば色においても、白は、高貴なもの、紅は、若い女性を示す。また中世や近世から農学士の家に伝わる、装束も多い。 なお、脳の装束が現在のように絹の色糸をふんだんに使った豪華なものとなったのは江戸期である。その背景には江戸期における織物技術の発達、将軍家をはじめとする異牲者の潤沢な資金の流入がある。一方、狂言の装束は朝が中心である。舞台に乗せる道具類であらかじめ作って保管しておくものを小道具、炎牲の土に作るものを 作り物と呼ぶ。作り物は比較的大きなものが多く、船、車、塚、屋台等を表す。作り物は極端なまでに簡略化され、例えば、船は竹ひご性模型飛行機の主翼を大きくしたようなものに過ぎないが、能楽にはこれで十分である。大きな作り物としては、道成寺人の金がある。これは、中で、 してが装束を変えられるだけの大きさがある。かつてはこれら作り物類を制作する作物師という専門の役割があったが、現在はして方の担当になっている。関西左近による畑一月農学を演ずる者には、農学協会に所属する職業人としての農学師のほか、特定の地域や特定の神社のうじ子集団において保持されている土着の農、狂言、 式三番を演じる人々、農学協会会員に月謝を払って技術を学ぶ、素人の愛好家、学生のサークルが存在する。アマチュアの愛好家の中には農学を職業とする、いわゆるクロートに転ずる者も,も見られる。農学協会会員、すなわち農学を職業とする農学士及びアマチュアの、彼らの弟子たちの職償は、して方、湧き方。 林子方、狂言方の4種類に分けられる。林子方の中にはさらに、宮尾方、証拠方、大包み方、太鼓方の4種類の技能集団がある。脇け方、囃方、狂言方は、三役と呼ばれる。これらの技術は、歴史的に数多くの流派を生み出してきたが、現在までに廃絶した流派も存在している。通常、ある流派を学んでいる人が、 他の流派に移ることはないが、ごく稀に例外として、分派独立を許される者や、各流派の宗家の了承を得て、遺跡を果たす者も,も見られる。各流派の最高指導者は、宗家と呼ばれる。宗家は、他の伝統芸能における家元に相当する。また、各流派には、宗家以外にも江戸期に、各地の大名家に仕えて、農学の技術指導を行ってきた優秀ある家柄が、 存在しているが、こうした家を、食文化と呼ぶ。宗家の権力は強大であるが、時に、食文化集団によって無力化されることがあり、近年では、北流の食文化集団が、一斉に、宗家、十六世、北六平太の主催する、北海を離脱し、その後宗家及び実定が成居して、後継者が不在となったため、北流食文化が事実上北流を運営している。 また、泉流においても19世宗家の泉元秀の着難である泉元屋の宗家継承が認められず、最終的に農学協会大会に追い込まれる事態となった。何らかの事情で宗家が存在しなくなった場合には、一門中の有力者が宗家預かりとして宗家の代行を務める。また宗家が何らかの事情で宗家としての仕事を遂行できなくなった場合には、 創家代理が立てられることもある。能楽は、俳優の下部を中心に、連れや、脇き、愛狂言を配役として、伴奏である自由体や林などを伴って構成された、音楽劇、仮面劇である。舞と歌いを担当し、実際に演技を行うのが、して方、脇き方及び狂言方であり、伴奏音楽を担当するのが林方である。能では、して方が、 中心的存在であり、権限も大きいが、捨て方や湧き方だけでは、実際の演奏はできず、林子方、表現方の協力が不可欠である。通常、湧き方、林子方、表現方を総称した呼び方の三役に、捨て方より、役目の依頼をかける。脳舞台舞台中央にいるのがして、一番手前で背を向けているのが湧き、その奥が自由体。 死手の後に生やし方、貢献が座っている。脳の主人公は、死手と呼ばれる。多くの場合、死手が演じるのは神や亡霊、天狗、鬼など超自然的な存在であるが、生身の人間を演じることもある。死手が超自然的な存在を演じる曲を無限脳。死手が現実の人間を演じる曲を、現在脳と呼ぶ。死手を演じるための訓練を専門的に積んでいる、脳学士をして方と呼ぶ。 して方が演じるのは、してのほか、つれ、ともである。また、一般に小方は、して方としての訓練を受けている、最中の子供が演じる。これらのの登場人物のほか、自由体と貢献もして方の担当である。してに、関わりのある、登場人物のうち、重だったものを連れ、物語の筋に深く関係を持たない、早く的なものを、とも。 友のうち単に大人数を舞台に出すことを目的として登場する役を立衆と呼ぶ。このうち連れには、セミマル、大原みゆきのように、ごく稀にしてとほぼ同格と言える重要な役割を持つものがあり、このような脳を、両じてものと称する。連れ以下が存在しない脳もある。脳のして方は、狂言には参加しない。してと共に脳に、不可欠な登場人物が脇である。 脇を演じるための訓練を専門的に積んでいる。能学師を脇方と呼ぶ。脇は、しての思いを聞き出す役割を担う。そのため、脇は、僧侶役であることが非常に多い。また、その役割は、上記の通り一方的にしての言うところを受け止めるものなので、舞台上で、花々しい活躍を見せることは滅多にない。 その役柄ゆえ、舞台上では座っていることがほとんどなので、脇像は、タバコ本でも欲しげなりという川柳も読まれている。なお、脇につく連れを、脇連れという、多くの場合してにおける友に近いものである。脇及び脇連れは、脇方が演ずる。脇方は、して方との対比上、皇室で豪直な芸風を求められるとするのが、一般的な説である。脇は本来、 脇のしての略であり、古くは、して方脇方の別はなかったとされる。一座の第二位の役者、もしくは、第一位の役者の貢献役にある役者が脇である。中世紀、脇が、自武隊の統率者を兼ねており、その影響で、江戸時代に入ってして方と脇方が分離した、時期においても自武隊は、脇方が担当することが多かった。時代が下るにつれてして方と交代し、 あるいは過渡期的に、自由体型という専門の役職ができたりして、変遷をたどりながら、現在の形に落ち着いたとされ、現在のして方にも、元自由体型、あるいは湧き方の家であったものは多く存在する。脳の湧き方は、狂言には参加しない。狂言法が、脳の劇中に登場することも多い。狂言法が担当する役を、愛もしくは、魔狂言と呼ぶ。 脳の登場人物として、してもしくは脇のお供の者などの役柄としてのあしらい合いもあるが、多くの場合は、中入りで、してが装束を変える時間を利用し、その場をつなぐ目的で狂言型の役者がところのものとして、脳の物語にまつわる古伝承や来歴を語る語り合いである。愛には一人で行うものと、多人数で行うものがある。また語り合いの中でも、座って語るものを、 巨語愛、立って語るものを、実語愛と呼ぶ。稀に魔狂言のない脳も存在する。これに対して狂言方や生やし方のみで演じられる狂言を、本狂言と呼んで、魔狂言と区別する場合もある。神手より、笛、小子、大鼓、太鼓と並ぶ。脳の場合、小鼓方と大鼓方は将棋を用いる。狂言では、将棋は用いない。 太鼓は死や鬼など超自然的力のある指定が現れる際に用いられる。太鼓なしの林を三拍子、太鼓を含むと四拍子と呼ぶ。笛は唯一の旋律楽器ではあるが上述したように打楽器的な奏法を主とする。林方の発する、掛け声、気合、暗いなどは能楽の重要な要素である。能面症状能楽の流派は、 山戸猿楽四座の系統の流派と、それ以外の日本各地の土着の脳に分けられる。山戸猿楽四座とは、関税座、宝商座、コンパル座、金剛座であるが、さらに江戸期に、金剛座から分かれた北流の五つを合わせて四座一流と呼ぶ。北流は、金剛流より出て、コンパル流の影響を受けつつ、江戸期に生まれた信仰の一派であって、 明治期に至って、他の四竜と同格とされた。北竜は総竜以来、雑き制度を取らず、北座と呼ばれることはなかったので、五座ではなく四座一竜となる。四座のうち奈良から京都に進出した、関税、法生を上係かりと呼び、引き続き奈良を根拠地とした、コンパル、金剛号を下係かりと呼ぶ。北は下係かりに含む。大和猿学四座は、豊臣秀吉が、 政策的に他の猿学の座を吸収させたため、江戸時代に入る頃には事実上、日本の猿学の大半を参加に収めていた。現在、四座一流の系統の農学士たちは、社団法人農学協会を組織しており、農学協会に加盟、所属している者が職業人としての農学士と位置づけられている。一方、山和猿学四座に統合されなかった農学が、 残存している地域もあり、四在一流では演じられない、曲名や、その地域独特の舞を見ることができる。有名なものとしては、山形県の春日神社に伝わる黒川能、黒川能から分かれた新潟県の大須戸能などがある。なお、能楽協会所属の能楽師によって上演される。能楽においては、能楽全体の流儀は、して方の流儀によって示される。また能に限り、 家元を宗家と称する。これは、江戸期に、関世家に限り文家、現在の関世鉄の城約を立て、これを他の家元並みに扱うという特例が認められたことに基づくものである。文家に対し、本家が宗家と称したのがやがて、家元の意味で用いられるようになったものである。現在では、同性の文家との関係で用いられない限り、ほぼ、家元の言い換えである。 江戸時代以前、猿楽の役者たちはいずれかの座に所属して活動していたため、現在のようにして方が自由に三役を好きな流派から選んで演脳をすることはなかった。以下に江戸時代における格座の構成を示す。能楽師の多くは何代も続く能楽師の家に生まれたものであり、幼少時から父親による訓練を受ける。彼らの中で、 最終的に農学を職業とすることを決断をした。者は、所属する流派の宗家の家に数年間住み込んで、修行し、農学を職業とするための初期訓練の仕上げを行う。職業として農学を選び農学協会会員となった後も、農学士としての訓練は、生涯続けられる。しかし、代々農学を職業とする家やアマチュアの入門者の数が相対的に、 大石手方とは別に、三役として農学を職業とすることを目指す者の数は非常に少なく、常実のような伝統的な育成システムの行き詰まりは昭和期には明白となった。そこで開始されたのが、国立農学堂に三役の技能を伝授する学校を設置し、代々農学を職業とする家の指定以外の人材を農学会に取り込むという試みである。 この制度は1984年6月に開始された。応募資格は、中学卒業以上、経験不問、年齢上限ありというもので、研修期間は6年間である。関税秀夫によると、農学協会における暗黙の了解として、農学を職業とする者には平等に仕事を圧旋することとなっており、して方の場合は年間で30番程度の舞台をこなしているとされる。 また、農学の三役は、人手不足が深刻であり、1日に2件や3件の仕事を掛け持ちすることが状態化しているとされる。なお、農学を演じたり教えたりして、報酬を得る行為は、農学協会会員以外であっても、法律上は可能であり、実際に、泉本屋は、農学協会から離れた後も自身と親族で、株式会社泉総家を起こして、 狂言師として活動を続けているほか、関西秀夫が農学協会大会中に仕事として、進撃俳優や学生に脳を教えたり、国外で関西年夫らと共に脳を演じたりしたこともあった。協会に所属しないでもそれぞれの流儀から市販免状などを受けて活動するセミプロ的なものもいる。しかし現状では農学協会会員以外の者のが仕事として、 天皇を依頼されることは、泉のような極めて稀な事例を除き、日本国内では滅多にない。関税秀雄が特例として、農学協会会員に混じって、日本国内で能を演じたこともあったが、この時でも、関税秀雄に支払われた報酬は出演料という、形を取らなかった。社団法人農学協会は、各専門的役割を職能とする、各流の能学士たちの団体である。 一方、社団法人日本農学会は、重要無形文化財、農学の技能保持者として、総合認定された農学士を構成員とする団体である。もともと農を演じるのは男性のみに許されていた。農面の使われ方として、現在農の男性役には、面を用いないが、女性役の場合は女面を使って女性に扮しているが、女性農学士が演じる場合でも、 女面をつけていることからも、その名残が残っている。1948年に、女性の農学協会への加入が認められた。2004年に、日本農学会への加入が認められた。なお、前述の国立農学堂養成事業は女性にも、門戸が開かれており、これまでのところ、女性の研修生の成績は、男性のそれに見劣りしないという意見もある。しかし、 脳の歌や鼓の掛け声などは低音を響かすことが大事とされており、気合や聖域などが異なるための困難や違和感も見受けられる。沖縄を冒頭に、脳5曲とその間に狂言4曲を入れる、沖縄月5番率という番組編成が、江戸時代以来続いている脳学の正式な演じ方である。この中で、脳と狂言をどのような順序で上演するのか、 女波級の概念を用いて決められていた。具体的には、沖縄の他脳の,の曲を5種類、狂言の曲を4種類に分け、王脳の8の番目物神が、してとなる。脇脳や、神事物とも、狂言の8番目物脇狂言とも、脳の2番目物武人が、してとなる。修羅者とも、ほとんどが負け戦である。勝ち修羅は3曲。彼女。 狂言の二番目モノノオの三番目モノ美人が、してとなる。カズラモノとも、葉の葉狂言の三番目モノノオの四番目モノ教助が、してとなる教助物。教とは、精神が高ぶった状態を表すもので異常者ではない。それ以外にも様々なものがここに入る。雑脳や現在モノとも、葉の球。狂言の四番目モノ止め狂言とも。脳の五番目モノキ。 天狗といった荒々しく威力のあるものが、してとなる。霧能や、鬼畜物とも、球、の順で演じたが、一日がかりとなる。この編成で能楽を上演することは、稀となり、今日では、能、狂言各一曲、あるいは、能二曲と、狂言一曲くらいの、2から3時間から、半日程度で終わる、上演形式が増えている。それでも五番律の順序は、 重視されている。例えば5番目ものの脳、石橋の後に3番目ものの脳、五つを上演するようなことは稀である。5番律で脳学を上演する際、5番目がめでたい曲ではなく暗い内容の脳である場合は、高さごとを、新能者の五番のみを演じ、めでたい気分で収めるのが建前であった。さらに略して、最後の一章のみを数体で歌って済ますこともあった。 不周限と称する、この習慣は、演奏時間が短くなった今日でも見られる。脳の番組の書き方の音楽の番組面の例を渦に示す。下の演者名は演目の右肩に書かれ、脇の演者名は演目の真下に書かれるのが慣例である。なお、少書とは特殊演出を指す。脳一曲を演じると、およそ1時間ほどかかることから、短い時間で鑑賞するため、 あるいは稽古の過程として略式の演奏形式が整えられている。能舞台平面図能舞台。手前の柱が脇柱、向かって左が目付柱、松の絵があるのが鏡板舞台から下手奥に向かい橋がかりが見え、その奥に上げ幕が見える。舞台上の位置の名前と見どころの名前の音楽を上演するための舞台を能舞台と呼ぶ。以前は能舞台は 神社等に作られ、舞台の屋根が青天井にさらされていた。そのため、照明は日光とシラスからの反射光によっていた。変わった設置場所としては、江戸時代に徳川将軍が各藩邸におなりをする際、脳でもてなすことが一般化されたことから、大半の江戸屋敷には庭園を挟んで能舞台が設置されていることがあった。明治以降、 能舞台と見どころの全体を建物でくるむ形式が増え、これを能楽堂と呼ぶ。この場合、屋根の上に能楽堂の天井がある形式になる。一方で、戦後、滝木能と称して、夜間の野外脳が盛んになり、この場合仮説の能舞台も用いられる。舞台の床と寸法が適当で、四方に柱があり、橋がかりを用意できれば、脳はいかなる場所でも演じられる。 脳舞台の音響は基本的には PASR を行わない自然なものである。鏡板や床が反響板として働いている。また、足拍子を踏むことがよくあるが、その音が響くよう舞台の床下には共鳴空が設けられている。ただし、蒸気のような仮設の野外脳ではある程度マイクロフォンを用いる必要があり、面をつけている関係上覚醒は なかなか難しい。かつて能の客席は正面、脇正面、中正面、地裏の四箇所に分けられ、舞台を三方から見ることができた。ただし、昭和になってからのほとんどの能楽堂では、地裏は廃止されるようになった。能、五福島神社広島県八日市市の五福島神社で演じられる能他の舞台芸術と同様に、実演を生で見るのが一番である。東京都には、 関税、高省、北の各流が農学堂を構え、国立農学堂ではコンパル、金ンを含んだ五流すべての農を楽しむことができる。また大きな都市には農学堂があり、身近に農に接することができる。地方でも多目的ホールや野外に仮設の農部隊を用意し演農することがあり、決して感動の機会は少なくない。また、佐渡のように大きな都市はなくとも、 歴史的に脳が根付いた地域もある。神社の木々の中で楽しむ脳も格別である。地方によっては黒川脳のような五流から離れた郷土色豊かな脳も見られる。農学士が行う農園だけでなく、素人愛好家や苦労と養成稽古会などには無料の会もあり、農学堂やホームページなどで予定を広報しているので、そちらを鑑賞することもできる。NHKFM が 脳学鑑賞と銘打って毎週脳の,の番組を放送している。数体がほとんどである。またテレビ放送で脳を放送することもある。スカイパーフェクト TV の脳番組は充実しており、歌舞伎チャンネルや京都チャンネルでたびたび脳を録画放送している。有線放送でも洋曲や脳の,の専門チャンネルがあったが廃止されてしまっている。ありがとうございます。